ゲブラ長手です。毎回ご視聴いただきありがとうございます。毎年春の2月から3月にかけ販売していましたダブルオステオ、園芸店さんユーザーさんから秋にも欲しいという声から試験栽培を繰り返し、秋に本格的に販売することになりました。なんとこちらにある2種、品種セレクト協力をしてくださった園芸店さん、ユーザーさん、改めてご協力ありがとうございました。さて、2021年販売品種は3種、キャラメルキス、ミラノブルー、ジャズ、こちらの3種になります。この後詳しく品種紹介をしますのでよろしくお願いします。品種紹介です。ミラノブルーは今年春に発売した品種の中でベスト3に入る人気ぶりで、秋のアイテムとしてラインナップしました。比較的リンが小さく、約5センチから6センチ、ハンギングや寄せ植えにも使用されることが多いようですね。ホワイトベンに中心が濃いパープル、このくっきりとしたカラーがとても鮮やかで綺麗です。こちらがキャラメルキス、秋色に最もふさわしいアプリコットオレンジの八重咲きです。試験栽培で3種の中で一番人気です。こちらがジャズ、ワインレッドベースの八重咲きで、開花が進むにつれて弁先がクリーム色に変化していくユニークな品種です。キャラメルキスおよびジャズの輪の大きさは約7センチ前後あり、通常流通されるオステオスペルマムと同等の大きさですね。秋の流通にはまだ少ないオステオスペルマム、販売店さんから春のイメージだけど耐寒性はと聞かれます。昨年の試験栽培12月になりますが、屋外で耐寒テストの検証をし、マイナス5度 C 以下でも見事に耐え抜いた実績もあります。ただし屋外の寒さで慣らさせて順化させた状態で検証結果です。軒のある霜よけができる場所が理想ですのでご注意をお願いします。説明欄に体感テスト検証のリンク先がありますのでどうぞご覧になってくださいね。これから秋の園芸シーズンです。園芸シーズンに向け培養土の基本や正しい植え方についてと、ゲブラ式灌水法奥義実践で解説してます。こちらも初期灌水注意点をご案内しております。もし根腐れした場合、根腐れに緊急処理、自宅のオキシドールが救世主になります。すべて紹介欄でリンク貼ってありますのでそちらもご覧になってください。今年秋色オステオの販売は10月より予定します。事前に皆さんに品種紹介をいたしました。園芸店さんで見かけることがありましたら、ぜひとも手に取って商品をご覧になってくださいね。秋色オステオ以外弊社商品すべてのラベルにこのようにゲブラの4文字ロゴが印刷されておりますので、他の商品の出会いもお願いします。今回秋色オステオの品種紹介となりますが、次回はこれら品種寄せて楽しむ屋外での管理方法をご案内します。秋色オステオの品種紹介をご案内しました。最後までありがとうございました。